タックマッチ30分の一本勝負、藤原義明、菊池剛組対川田俊明、淵正信組。藤原全日本マット3度目の登場です。今のところ藤原と川田コンタクトがない。さあここで試合の権利が藤原に変わったぞ。ファーストコンタクト、藤原と川田俊明。ああ、いい。藤原の意をそぐように試合の権利を淵正信に譲ります。なんだよお前、そういう表情を見せております。藤原義明、おお、ここで藤原義明も、もう今一度タッチをしようと、そのようなジェスチャーを見せたんですが、そのまま残ります。さあ淵正信と藤原義明、職人同士の対戦となっておりますリング上。キックを打っていく、足を取りに行きました淵。先ほどはうまい具合にヘッドシザースをこの藤原にかけていった淵正信ですが、今度はグラウンド、藤原の関節地獄にはまっております。さあ川田が藤原の後頭部をまさに一周ストンピング一発。これには黙っております。おっと、さあ試合の権利があるのは川田ではない淵正信。今のがこの藤原と川田俊明のファーストコンタクトということになります。ロープを挟んで藤原義明はまさに川田の胸をどつきました。おお、さあこれで正式に試合の権利が川田に移った。今度はお返しとばかりに藤原義明、試合の権利を口に譲り渡してしまいました。プライドとプライド、まさに意地と意地のぶつかり合いとなっておりますリング上です。さあ菊池と川田の対戦リング上です。キックを打っていく、ブレインバスターの投げ合い、ちょっと菊池は体勢が悪いか。腕を取りに行きます。これ見逃しに藤原の得意技、脇固めをかけていきました川田俊明です。さあ川田、淵正信とダブルの攻撃か。いやいや、下がります川田。ハイキック淵、菊池剛、この淵正信とは数々のジュニアヘビーのベルトをめぐっての名勝負繰り広げてまいりました、全世界ジュニアヘビー級チャンピオンの菊池です。おお、これで自らタッチして藤原義明リングに入りました。さあ川田、今度こそ藤原義明と正式にコンタクト、スペードのエース川田俊明がいよいよ藤原義明キックを打っていく。札幌2連戦、去年11月に行われました、その試合後藤原義明は全日本のスペードのエースを出してこい、そのように要求しました。その要求が今日実現しております。四天王の一角、川田俊明と藤原のコンタクト。さあアキレス腱を固めていった藤原義明、川田俊明がキックで、いや離しません、藤原離さない、アキレス腱を固めにいく、取り返していきました川田はアキレス腱を取りにいった。両者譲りません。場内はやや川田コールの方が大きいか。顔面に、グラウンドのこの体勢でも顔面に川田俊明キックを放っていきます。体勢を変えます、体を入れ替えます、ロープブレイクです。サードロープに藤原義明が逃れました、ロープブレイク。さあキックを打っていく、ズバッと決まった、この蹴りです。
全日本プロレスの四天王の一角、川田俊明のサッカーボールキック、藤原義明の背中にズバッと決まりました。さあ脇を固めていく藤原義明、しかしちょっとまだ体勢が不十分か。腕を取りに行きます藤原、膝を藤原の頭部に打ちつけていく川田。さあ藤原義明、大きくテイクバックを取ってヘッドバット3連発だ。さあ川田逆水平、もう一発受けます、藤原受けます、脇を取る、固める、島真信がいいタイミングでカットに入ってまいります。さあ藤原義明、藤原の胸元が川田の爪の跡でしょうか、赤く書かれたような跡が残っております。さあ試合の権利は菊池に移りました。ゼロ戦キックからおっと青コーナー、川田俊明が藤原に突っかかっていった。さあ菊池をどう料理するか川田。藤原義明、全日本プロレスこれが3戦目ということになります。菊池剛を率いて川田淵組との対戦。さあ藤原乱入、組長乱入、淵正信も入った、4人が相まみえるリング上です。さあ淵正信はニュートラルコーナーで藤原義明を、そして川田俊明リング上、あと腕ひしぎ逆十字が決まりました。カウンいやギブアップ、菊池剛から川田俊明ギブアップを奪っております。最後は腕ひしぎ逆十字固め、